こんにちは、アメリアお外が真っ暗ケイダーです。今日はモンストニュースまとめやっていきます。まずは重心化の発表がありました。ショコラが重心化でございます。反射ゲージバランス型、そしてアビリティがマインスイーパー M 友情コンボ ×2 ゲージでアンチ重力バリア、友情コンボが拡大貫通ロックオン衝撃波と全敵落雷、ストライクショットが12ターンプラス8ターンで打てる号令ですね。まずアビリティから見ていきましょう。そもそも闇属性のマインスイーパー重力バリアは反射で言うと星6はショコラとパンドラしかいません。まあ希少性は高めですね。でマインスイーパーも M になったということで地雷回収時は威力が上がっております。で友情コンボ ×2 の効果で拡大貫通ロックオン衝撃波が2つ出ますということなんですけども、まあ、全敵落雷も出ますね。それぞれね通点を話しますと、まず拡大貫通ロックオン衝撃波は、まあ、HP が低い敵に向かって飛んでいくんですけども、どんどん衝撃波が大きくなっていくので当たりやすくなりますという感じなんですけど、まあ注目すべきところは貫通するとこですよね。ボスに対して弱点判定結構拾えるんで、普通に3、40万出るんで全然違和感ない友情コンボです。まあそれが2つ出るんでより雑魚処理しやすいし、ボスにも火力与えやすいっていう感じでございます。多分ね、艦隊で使った時にボス単体だったら結構な威力出ると思うんですよ。これは楽しみです。で全敵落雷は威力2万ちょいなんですけども、まあ、2回当たれば全員には4万ほど入りますっていう感じですね。まあ落雷といえば麻痺効果が見込めるんで、全ての敵に対して2回分落雷当たってワンチャン麻痺が狙えるっていうところでございます。まあデメリットでもあるんですけどね。ストライクショットが12ターンプラス8ターンになりまして、これまでとほとんど変わらないですよね。そこはやっぱりそのダブルギミックということで汎用性は高めでございます。でなんかパンドラでいいやんっていう意見とかもあるかもしれないんですけども、まあパンドラの欠点としては SS が動けないところなんですよね。それに反してショコラは SS で味方さえも動かすことができるんで、そこで差別化できるかなっていうところでございます。まだ使ってみたライブやるんでこの強さを実感してほしいかなというふうに思います。お次、空の彼方にはアプリと連動した特典もということで、モンスト映画が10月5日に公開します。で映画館に行くと楽しめる特典と、映画を見るともらえる来場特典があるということで、これの詳細は来週のモンストニュース9月30日日曜日なんですけども、そこにて発表するらしいです。これは楽しみですね。またオラ玉とかあるといいんですけど、ちょっと違うっぽいですね。前回とは変えていきそう。そしてモンストバトルチャレンジね、これ18歳以下の方はねどしどしね応募してくださいっていう感じなんですけども、キャンセルがあったらしくて参加者若干名だけ募集してます。そしてプロチームのアラブルズと重心艇からは何人か出るということで、私ケイドラはちなみに行きます。朝の11時ぐらいですね。これがある日あのパーティーがあるんでちょっと僕早めに帰るんですけども、朝の11時から12時ぐらいの時に僕いるんで、もし出る方、まあ出なくても僕を一目見たいって方はね、ぜひ遊びにいらしてください。イクスラクスは心斎橋大阪ですね。1時間か2時間ほどそこにいるんで、よかったら見に来てください。で、来週のモンストニュースが9月30日の日曜日、7時半じゃなくて7時20分ですね。お間違いなく。モンストストライク、ヒクスアニバースパーリー。やばいモンストニュースが来るんじゃないかなというところでございます。まあそこに関する予想動画とかね、今後上げていくんで、よかったらそれを見てくださいっていう感じでございます。まあそんな感じで手早く終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。